前回までのあらすじ。備後落合から奥出雲おろち号に乗り、木次駅に到着。今回はここから山陰観光を振り返る。木次駅から新地駅まで乗り、そこから出雲市駅に行きます。途中いろんな種類の列車を見れました。スーパーおき、特急やぐも。この列車に乗ります。出雲市駅に着きました。着く頃には日が暮れていました。駅には島根っ子がいました。この日はここで一泊し、出雲大社に行きます。出雲大社に向かう最中の写真を紹介します。車内は木が多く使われており、いい雰囲気でした。出雲大社に着きました。中に入っていきます。松の道が広がっており、とても良かったです。有名な写真スポットです。説明です。有名なしめ縄の一つに着きました。参拝しました。光が差して神秘的でした。撮った写真を紹介します。少し離れた場所にこんなものがありました。神秘的でした。五円ポストというものがありました。その後島根県立古代出雲歴史博物館に行きました。今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回へ続く。